はい、皆さん、こんにちは。通夜館内市の横山と申します。今回は、日本地理のナショナルサイクルルートを見ていきたいと思います。はい、まず最初に、ナショナルサイクルルートとはということなんですが、優れた観光資源を走行環境や休憩、宿泊機能、情報発信など、 様々な取り組みを連携させたサイクルツーリズムの推進を目的にしております。日本における新たな観光価値を創造し、地域の創生を図るため、ソフト・ハード両面から一定の水準を満たすルートを国が指定します。日本を代表し世界に誇り得るサイクリングルートとして国内外に PR を行い、サイクルツーリズムを強力に推進しますと。 えーあのまあ、このですね、えー、背景にはですね、2016年に、えー、自転車活用推進法という法律がですね、まあ、施行されまして、まあ、文字よりですね、自転車を、まあ、活用して、ね、推進しましょうと。まあ、つまりね、えー、みんなね、その自転車に乗りましょうというね、まあ、法律が施行されたっていうのもね、まあ、背景にありますね、えー。こちらがですね、ナショナルサイクルルートのロゴマークになります。 え、これはね、まあ、国土交通省のね、ホームページにあるんですけども、えー、ま、これね、自転車の形をしてますよね。これがハンドルでね、これがタイヤですよね。で、えー、っと、これはですね、漢字の輪をね、えー、ま、あの、形取ってるみたいでですね。まあ、ここの輪のここがね、またこのタイヤみたいになってね、輪っていうとその、まあ、そのリングの輪っていうね、意味もありますよね。まあ、これがね、えー、っと、そのナショナルサイクルルートのロゴマークになっております。 でルートの概要ということなんですが、えー、今のところですね、1、2、3、4、5、6個ですね、6つだけね、えー、国から指定されております。十、えー、カプチ400、つくば、霞ヶ浦、林林ロード、えー、太平洋岸自転車道、美和市、えー、富山湾岸サイクリングコース、しまなみ海道サイクリングロードですね。 まあ見てもお分かりのようにですね、北海道と本州と、あと四国ですね、あるんですけどね、九州は今のところないですね。で、えー、っと、まあ、全部ね、まあ、あの、えー、っと、まあ、サイクリングルートで指定されてるんですけどね、まあ一番有名なのはおそらくね、このしまなみ海道だと思いますね。あとね、まあ、霞ヶ浦とかね、美ワ市もまあ、あの、結構有名ですよね。 まあこれからどん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 ね、まあ、有名になっていくと思われます。で、こちらがですね、ナショナルサイクルルートの指定要件ということで、まあ国が指定するわけですから、まあ一定のね、こう要件がありまして、まあそれにね、こう合致してないといけないと。まあ、要件を満たしてないといけないってことですね。まあ当たり前ですけどね、安全なルートであることとかですね。まあ快適に走行できるとか、えー、まあ休憩できる環境がいるとかですね。 まあ、トラブルに対応できる環境とかですね。まあそういったね、まあ要件があるわけですねで。あとね、必須項目としては、えー、っと、ルートの延長がおおむね100キロ以上であるってことですね。まああんまり短すぎてもね、あんまり意味ないですよね。あとはね、えー、っと、まあそのサイクルステーションがですね、おおむね20キロごとに整備されていることとかですね。 えー、あとは、その宿泊施設がおむね60キロごとにあること、こととかですね。えー、あとはホームページなどで、えー、日英2カ国以上により情報発信していることとかね。まあそういったね、<coughs> 必須項目があります。あの、日本人だけじゃなくて、まあ、外国人ね、訪日外国人も想定してますから、まあそういったね、日英2カ国以上で、まあ情報発信していることっていうのがね、まああるわけですね。 あとね、奨励項目としてはね、あのー、まあ、急勾配が連続する区間を避けたルートであることってことでね、まあ、あのー、あんまりね、その、坂道がね、こう連続するとね、まあ、しんどいですからね、まあ、そういうのは避けた方がいいですよっていうのがね、一応奨励項目としてありますね。あとま、通夜館内市としてはね、まあ、ツアーガイドが実施されていることということでね、まあ、もちろんあくまでもね、奨励項目ですけどね、まあ、こういったのがね、奨励されてますね、 ま、やっぱりね、あのー、外国を話せる人がね、まあ、いた方がね、安心できますよね。はい、えー、では、トカプチ400から見ていきたいと思います。えー、延長がですね、403km ありますね。ですから、まあ、名前の依頼になってるわけですね。えー、区間がですね、帯広市を奇終点とし、上士幌町から大気町までの、え8、ー、の字で結んだルートになります。 日本最大の食糧基地と呼ばれるにふさわしい肥沃な大地に広がる農業落農の風景を見ることができます。北海道東部に広がる十勝平野を走るということで、まあ、名前の、ね、由来になってますよね。十勝ってことでね。十勝平野ってことですね。北は三国峠までの山岳ルート、南は日高山脈や え、広大な平野を望むパノラマルートなど、多様な景色を見ることができます。えー、またね、ファームレストランも多いということで。まあ、ファームレストランとていうのはですね、その農場がですね、まあ、食事を提供するようなレストランをね、ファームレストランとて言いますね。で、こちらがですね、えー、マップになりますけども、えー、っと、まあ、中心がですね、ここの帯広、帯広市ですよね。えー、まあ、この辺の、ね、中心になりますけどね。 で、え、南はですね、大気町がありますね。で、北はですね、上士幌町がありますね。で、まあ、こういった感じでね、八の字になってるわけですよね。で、ここにね、日高山脈がこうやって走ってますね。で、こっちがね、太平洋側ですね。で、この先っぽがね、これが襟裳岬ですね。で、ここがね、えー、大雪山ですね。 はい。えー、では次に、えー、太平洋岸、えー、自転車道を見ていきたいと思います。えー、パシフィックサイクリングロードってことでね、延長が 1487km もありますね。非常に長いですよね。区間としましては、えー、千葉県の銚子駅から、えー、和歌山県の金港までになります。えー、千葉県銚子市から、えー、神奈川県,、えー、県、静岡県、愛知県、三重県の各太平洋岸沿いを走り、 和歌山県和歌山市に至る延長 1487km の自転車道になります。沿線は、えー、世界遺産である富士山をはじめ、日本を代表する観光地、景勝地が多数存在しております。まあ、代表的なところですと、犬吠崎灯台、湘南海岸、えー、弁天島海浜公園、いらご岬灯台、目、え、男、ー、岩、えー、世界遺産の那智の滝ね、まあ、こういったのがね、こういった、まあ、あのー、 観光地ね、継承地がね、たくさんあるわけですね。こちらがですね、えー、マップになりますけどもね、スタート地点がこの調子ですね。で、これ房総半島ね、この外房ね、ずっとこう海岸沿いにこう走るわけですね。で、こっからですね、フェリーに乗って、えー、このね、えー、神奈川県にこう上陸しまして、またね、この湘南のね、海岸をずっとこう走ると。でこれがね、伊豆半島ですよね。 ずーっとね、この、静岡県をね、こう横断するわけですね。で、愛知県に入って、ここがね、厚見半島ですよね。で、伊良ゴ岬で、先っぽからですね、今度、フェリーに乗るわけですね。えー、伊勢湾フェリーで、で、このね、鳥羽に上陸すると。で、ここね、紀伊半島をこうずーっとね、こう来て、またね、この、 紀伊半島ね、海岸沿いにずっとこう走るわけですね。まあ、いわゆる和歌山県ですね。で、ずっと来てですね、ここの和歌山市の金港までですね。まあ、非常にこの横に、えー、東西にね、長いね、サイクリングロードですね。はい、えー、では次にですね、富山湾、富山湾岸サイクリングコースを見ていきたいと思います。富山ベイサイクリングルートってことで、 延長がですね、百二キロメートルですね。想定所要時間はだいたい八点五キロですね。あ八点五時間ですね。を想定してますね。えー、最大、えー、高低差が三十五キロということで。ま、あそんなにね、そのアップダウンないですよね。えー、区間としては、氷見市から、えー、富山県のね、浅日,日町、浅日町までですね、えー。世界で最も美しいワンクラブに加盟している富山湾を、 富山湾沿いをね、走るということですね。えー、湾岸沿いの眺望の良い道路をコースとして設定してあります、えー。またですね、富山平野を横断する愛の風、富山鉄道では、えー、そのね、自転車をそのまま持ち込めるサイクルトレインを運行してると。これはいいですよね。その、なんか輪行してね、分解して、その、する必要なくね、そのまま持ち込めるわけですね。 あとはね、富山湾って言ったらね、新鮮な魚が取れますから、えー、富山湾のね、お寿司を食べることができますと。これもいいですよね。で、これがですね、マップですね。ここは氷見市ですよね。で、有名なね、天原市海岸がありますね。ずっと来て、新港大橋っていう橋を渡ってね、こう来て、ずっと海岸で新規路を見ることができますね、ここでね。 で、え、朝日町のね、この翡翠海岸っていうところね。翡翠っていうのはあの、緑色のね、美しいあの石ですよね。まあ、この辺で結構ね、翠がよく取れるんですよね。糸井川とかね、この辺ね。はい。では次にですね、筑波、霞ヶ浦、林林ロードを見ていきたいと思います。延長が 176km になります。区間は JR 岩瀬駅から JR 土浦駅および霞ヶ浦湖岸一周になります。 全体がですね、茨城県に所在しております。えー、旧筑波鉄道の廃線時期と、えー、霞ヶ浦を周回する湖岸道路を合わせたコースになります。えー、水号筑波国定公園に指定されている霞ヶ浦などの水合地域や、えー、筑波山地域などの豊かな自然や風景、えー、鹿島神宮に代表される歴史的文化的資産など様々な地域の魅力があります。 えまあ、土浦を、ね、拠点にして、えー、筑波山の、ね、ヒルクライムや、えー、水郷板港、えー、鹿島神宮や、えー、日立不時の丘などの文化的資産や、えー、歴史的街並みが残る真壁町、桜川市内の山荘に加え、えー、沿線の田園風景やあ地域資源が楽しめる、えー、県王県南のサイクルルートとなっております。 ここにね、真壁町ってありますけどね、これはねあの、重要伝統的建造物群保存地区にね、えー、指定されているところですね。えー、こちらがですね、えー、そのコースの、ね、概要になり、マップになりますけどね、ここがですね、あの日本でね、2番目にね、大きいね、あの湖、霞ヶ浦になりますね。で、ここにですね、土浦駅っていうね、常磐線の駅がありまして。 まあ土浦っていうのはね、茨城県の、まあ県南のね、中心都市ですね。で、駅にですね、その駅ビルの中にその自転車置き場っていうかね、サイクリングステーションがあって、まあそこで自転車借りることもできるんですけども、えー、湖をね、一周する人はね、こういう感じでね、こうぐるっとこう回りますね。で、筑波山の方に行く人はですね、こう北上してですね、これが筑波山なんですが、筑波山を見ながらね、こうね、往復することもできると。 で、あの、まあ、自転車がね、得意な人はね、もう一日でこう全部ね、こうぐるっと回ってくるらしいんですけどね。まあ、しんどい人はね、こう分けてね、この湖のコースと、この山のコースね、えー、すなわち筑波山方面とね、かの霞柄方面ね、こう分けてね、走りますね。まあ、私はね、分けてこう走りましたね。はい、えー、では次にですね、これは美和市ですね。 えー、延長が 193km になります、えー。区間としましては、琵ワ湖岸一周になります、えー。滋賀県になりますね。えー、日本最大の湖、琵ワ湖を半時計回りに一周します。この半時計回りというのはね、ポイントでね、えー。日本はね、左側通行ですから、半時計回りにね、えー、一周するとよりね、湖の近くを走ることができますと。走り慣れた人なら1日で走れる距離。 おすすめは2から3日かけて、えー、食事や、観光や食事を楽しむコースってことでね。まあ、その、自転車が得意な人はね、もちろん1日で回れるんですけどね。まあ、せっかく琵琶湖来てますから、まあ、観光ですね、神社仏閣、えー、またはね、景勝地をね、こう回ったり、まあ、食事を楽しむってことでね。まあ、そういうのもよろしいんじゃないかってことですね。えー、ですから、一周完全走破だけでなく、えー、琵琶湖橋のですね、北側、 だけや南側だけ、えー。さらには船を組み合わせてショートカットも可能ってことですね。ビ琶コはですね、ビ琶コ大橋っていうね、まあでっかい橋がありまして、まあそこでですね、北と南が分かれるわけですね。えー、ですから、まあそのね、えー、北だけとかね、南だけとかね、まあそういうのも可能ですよってことですね。はい、えー、でこちらがですね、ビ、え、ワ、ー、市のマップになりますね。 え本当にね、琵琶湖の周りをこうね、琵琶湖岩を一周するって感じですね。まあ、ほぼね、琵琶湖岩って感じですよね。で、えー、っと、先ほど言いましたようにね、えー、半時計回りに回りますからね、こういうふうなね、こう、えー、回転の仕方をするわけですね。で、ここにですね、琵琶湖大橋がありまして、ここから北がですね、北湖、北ですね。で、この、この南がね、南湖ということでね、 まああの、北だけね、走ったりとか、南だけ走ったりとかで、ね、もできるって書いてありましたよね。まあせっかくだからね、全部こう回りたいですけどね。まあそういうね、ショートカットもできますよってことですね。はい、えー、では次に、しまなみ海道サイクリングロードですね。しまなみ海道サイクリングロードってことで、延長はね、70キロでね、比較的ね、短いですよね。 えー、区間としましては、尾、えー、道駅ですね。えー、広島県の尾道駅から愛媛県のサンライズ糸山っていうところまでですね。えー、今治市までですね。尾、えー、道市と今治市を結ぶ日本初の海峡を横断するということでね。まあそのサイクリングロードでですね、海峡を横断するっていうのはね、ポイントなんですよね。 瀬戸内海の島々が織りなす絶景を楽しめるサイクリングロードとして世界中のサイクリ,ンサイクリストからね、注目されてるってことでですね。まあ、あの、島の、あの、その橋の上をね、走りますからね。まあ、絶景をね、見ながらこう、風をね、こう、心地よい風をね、感じながらね、こう走ることができるわけですよね。え、これがですね、マップですけどね、これがあの、 広島県の尾道市ですね。まあ、道ラーメンで有名なところですよね。で、これはですね、あの、まあ、初級コース、中級コース、上級コースとかね、いろいろあるんですよね。ですから、まあ、例えばですね、初級コースでしたらね、もうすぐ戻ってくるわけですよね。で、中級コースでしたら、まあ、この辺ですよね。この辺行って、また戻ってくるわけですね。で、上級になると、もうずっとですね、こう、島をこう渡ってですね、 まあ、橋と島を渡って、この今治まで行くと。今治城でね、今治タオルで有名なね、今治まで,まで行くということでね。まあ、その、自分のですね、その、まあ、スケジュールとか、まあ、その体調とかですね、まあ、その、どれぐらいその体力あるかとかね、まあ、そういうのに応じてですね、まあ、様々なコースがあるということですね。まあ、できればね、こっからここまで行ってみたいですけどね、まあ、それはね、あの、個人の好みによるということになります。